11月9日日曜日、恋を夢見てたあの頃の私、今とても懐かしく思い出しています。例えば私が恋をするなら、4つのお願い聞いて欲しいの。1つ優しく愛して、2つわがまま言わせて、3つ寂しくさせないで、4つ誰にも秘密にしてね。4つのお願い聞いてくれたら、あなたに私は夢中、恋をしちゃうわ。それからあなたが恋をするなら、4つもお願い聞いて欲しいの。1つ優しくキスして、2つこっそり教えて、3つあなたの好きなこと、4つその後私にしてね。4つのお願い聞いてくれたら、あなたに私は夢中、恋をしちゃうわ。優しくいつでも、2人は幸せ、3ついつしか結ばれて、4つあなたと私は1つ。4つのお願い聞いてくれたら、私は夢中、恋をしちゃうわ。